ドジャースの大谷翔平投手30との対戦を控えたエンゼルスのグリフィン・キャニング投手28が3日、同4日に抱負を語った。4日、同5日のドジャース戦に先発予定だ。僕らは皆、最高の選手らと対戦するのを楽しみにしていると思うんだけど、その中でも昌平は上の方だからね。だから僕は対戦が楽しみ。 3月24日にドジャースタジアムのオープン戦で対戦し、左非、死球、空振り三振に抑えた。彼は素晴らしい打者だからプランがあっても、吹っ飛んでしまう可能性があるからな。自分の投球を正確に投げ、守備の誰かのところに打ってくれることを願う。また、大谷がオープン戦時の2番ではなく、1番打者であるのも少し厄介だという。大谷だからアウトにしたい気持ちは、 少しはあるかもしれないね。特に先頭打者なら、次の打者ら、ムーキー・ベッツやフレディ・フリーマンの前にアウトにしたいね。今年はたくさん盗塁しているから、大惨事になりかねないのと、打者への集中力を欠いてしまう可能性がある。だから彼をアウトにしてベースを空っぽにできる方が僕にとっては安心だ。今季のドジャース戦は4日が最終戦。つまりラストチャンスだ。 打席に立ったら、僕と彼と一対一の真剣勝負。対戦はとても楽しいものになると思う。メジャー最強打者との対戦にキャニングは闘志を燃やしている。